はい、皆さん、ステラ島山城と申します。さあ、今回はね、いろいろとね、ちょっと説明もしないといけないこととかもね、ありますからね、とっとと始めていこうと思いますけどね。まあ、まずはね、近況報告しておくと、まあ、この1週間何かとか、まあ、結構ね、ドタバタはしてたんです。仕事もね、わー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 、ちょっとね、忙しかった時期がありまして。で、その流れでですね、土曜日にね、13日、その流れでもないな、13日の、土曜日にね、四日市市の文化会館でね、伊藤正史先生という四日市の市議会議員のね、先生の、方が、セミナーをね、ちょっと開かれましてですね、まあ、それにですね、参加してきましたよと。まあ、半分お手伝いのような、ね、形でね、うん、そうそう、本当はね、事前からね、ちょっと連絡とかね、見てね、取り取ったらよかったんですけど、ちょっと、私がね、例のごとくね、資金繰りやらね、お仕事やらでね、いっぱいいっぱいになってましてね、なかなかね、うまいことね、事前の、活動の方ね、ちょっとね、なかなか段取り参加もね、ああ、そうそうそう、ね、できなくてね、それで本当にね、申し訳ないなと思いながら、あとあれで、ライブ放送が、ね、できねえからって言って、ライブ環境、いわゆる、ね、カメラとかはあるんですけどね、マイクとかね、そのあたりの、ね、設備がね、整えてなくて、ね、まあ、どうせでもライブ放送するの1000人超えないといかんからなっていうので、放置してたんですけど、だから、いわゆるテレワーク的なことね、今テレワークってね、進んでおって、在宅でね、会議とかするのにね、そういう設備を整える人も多いと思うんですけど、うちの場合はね、工場勤務ですからね、物を作ってる以上ね、在宅勤務も減ったくりもないですからね、ですんでね、全然そういうのをね、力入れてなかったんですよね。まあ、光回線こそね、引いてきましたけどね、さすがに YouTube の投稿するのに、ちょっと支障が出とったんで、まあ、それぐらいだったんでね、そう、いざね、さあ、会議、あ、そっか、俺できねえわっていうね、こととかもね、発覚してきたんで、これいい加減ちょっと、早めにね、そのあたりの環境を整えないといけないんですけど、整えようと思ったところでね、ちょっとね、まあ、また問題はね、起こってましてですね、まあ、お金の問題でございますけどね、まあ、いや、本当にね、いや、今月やばいな。今月はやばいぞと、いうことでね、ございますね。いやー、どうしような、本当にね。いや、今ね、困ってるのがね、いや、これちょっと真面目に、多重債務のね、相談窓口みたいなのが、ね、市役所に、まあ、さすがにあるだろうと思って調べて、やっぱあるんですよね。それでね、今ちょっとこれちょっと相談入れとこうかと。うん。まあ、その、ね、今月、来月くらいまでね、まあ、今月一回ね、ちょっとね、落ち込んで、まあ、また来月以降ね、復活しますよ、ね、元通りのね、給料に戻りますよっていう予定だったらね、そこまで、まあ、ちょっとここ踏ん張ろうかって言ってね、頑張るんですけど、正直先が見えないんですよね。うん。ですのでね、ちょっとね、ここのね、ちょっとドーンと下がった、まあ、あんまり具体的な数字は言えませんけど、手取りで言うとね、ちょうどね、転職前一番多かった時期から言ったら15万ぐらい下がってますからね、手取りで。うん。この、今のところに入って、その夜勤とかでやってた時と比べても、18から10万ぐらい下がってくるから、うん。ってことなんで、これはさすがに大きいですよ。うん。で、ね、変な話、それで6万とかね、7万とか、その借金の返済に当ててたんで、まあ、まるっとこれ、その、原因できなくなっちゃうんですね。うん。これはね、まずいぞと。で、とにかくここ数ヶ月はね、まあ、ちょっと正直、元金も膨らませながら、まあ、なんとかしのげるかなと思ってたんですけど、まあ、正直、事故があった兼ね合いで、交通事故を起こした兼ね合いで、それで臨時の出費も入って、おかげで、まあ、ちょっとかなり厳しいと、いうことですね。まあ、あれね、なんやかんや言って、結局ね、保険がね、効いたんで、それは大きかったんですけど、それでも4万ぐらい飛んでとるか、
トータルで、予定 しとったところからね、っていうのがありますからね、厳しいなっていうところはねあって、まあだから何をしようかって言ったらね、手っ取り早くね、とりあえず YouTube をねもうちょっと再作できるようにね、ちょっと真面目に手こ入れをしようということですね。まあそれでね、どうやろうかなっていうんでね、いろいろとね試行錯誤は、まあ年末からね、年末というか2年前のね、解説チャンネル解説当初からね試行錯誤はしてましたし、まあ最初の頃はね、まあね、ご存知の方はご存知だと思いますけど、あんまりその収益化っていうのにこだわってなくて、まあどちらかというと、まあね、本音で言うと、要は YouTube 解説するにあたっても、正直郵便局を辞めるっていうのはもうほぼほぼ決まってたんですよね。うん、で、まあ郵便局を辞めるにあたって、まあでも YouTube でね食っていけるとは思ってなかったんで、と正直にね。ですから、まあ、転職活動の、あれでね、まあ、転職系 YouTuber みたいな感じでね、転職活動系 YouTuber みたいな感じでね、何かお仕事募集しますっていうような感じでね、やってたら、まあ、それで本当にね、今の職場、拾ってもらったんでね、今の職場の先輩の人が、たまたまそれを見とってね、じゃあ、うちの会社来ませんかっていうような感じの流れだったんですよ。ね、そうそうそう。で、あの時はですから、チャンネル登録者数が20人だったっけ、21人とかね、そんなようなところだったんですけどね、まあたまたまね、うまいことそれで拾ってもらえたんでね、まあだから変な話、20人しかいなくてもそれはそれで成功だったわけですよね、うん、ただ今現状でなってくるとね、まあその時にもね、うん、まあ正直給料が下がるのはね、もう分かってましたんでね、まあ郵便局はね、まあ給料自体はまあそんなに低くはないですからね、まあ私の場合期間雇用社員だったですけど、まあ期間雇用社員でも、まあこれちょっと郵便局員しか分かりませんけど、A ありっていうところにはなってましたんで、まあそれなりに単価はあったんですけどね、ただ郵便局の場合気をつけないといけないのは、単価があってもね、引かれるものが多い。まあそれいわゆるね、自爆問題とかそういうのあるじゃないですか、あれもね、もちろん影響してくるんですけど、意外とね、それ以外のところでね、働くのにね、普通の会社だとね、ちょっと、ちょっとね、あ、そうなのっていうところがね、いっぱいあるんですよね。例えば、駐車場が有料とかね、そうそう、車通勤しようにバイクの場合はいいんですけどね、バイクやチャリンコの場合はいいんですけど、車通勤の場合は、もう、近くのね、月決めのところを借りるか、まあね、コインパーキング止めるかとかしないといけないんで、私の場合、それだけでね、月1万円は飛んでってました。飛んでっとるな、飛んでってますね。7000の、そうね、600円のところやったから、6000の1万ね、飛んでくでしょ。いやーとかね、あとは結構、備品とかでもね、結構自分で揃えないといけない。まああるにはあるんですよ。その郵便局ルールの方はあるのはあるんですけどね。まあ本当に非常に使いにくかったりとか、全く持って役に立たねえよっていうようなね、ケースが多かったので、結局自前で揃えないといけない。で、揃える人だったらね、自前で住宅地図ね、買うっていう人もいましたよね。そうすると4、5万とか飛んできますからね。まあ、私の場合はアプリ使ってましたけどね、それも月900円ぐらいかかりますけど、住宅地図のアプリっていうのがあってね。まあ、ただあれはすごく役に立ちましたし、まあ、変な話。自分の配達区域外も全部見れますからね、結構たまにチラッと聞かれることありましたけど、この番地ってどうなっとるって、どこどこどこって、ね、見てね、とかやったりもしましたね。重宝しました。あれは、すごく便利です。ウーバーイーツとかやる人だったらね、あれ絶対入れといた方がいいですよ。同番地のね、同番地の同じ名字の人、並びの家あるんや、これどっちやろとかね、そういうのとかも分かりますから、うん、すごく役に立ちますんで、うん、あれはね、便利ですよっていう話も置いといて、結局そのチャンネルをそっからね、作っていくことに、まあそれで、まあ要は手こ入れをするのにね、チャンネルを分散することにしましたと。
まあそれは昨日の動画でね、発表をさせてもらってます。まあ詳細もそっちの方で語ってます。でこのステラジもね、それでまあ一つやっと大義名分ができまして、まあ他の要は今回で5つのチャンネルに分かれるんですよね。この、スターステール総合チャンネルと、あとが、YouTube ね、郵便いろいろ解説チャンネル YouTube と、三重県の北中西地域の情報発信、チャンネルという、4つ目ね、4つ目。まあこれはもともとね、 YouTube と4つ目っていうのはスターステールのねメインチャンネルでやったのをこう分離する形で、まあもう一つもそうか、一応ヤマペディアももともとやってたやつですよね。まあちょっとタイトルを書いて解決ヤマ、解決の文字取ってヤマペディアだけでね、これは25日からね、更新になりますよと。まあ今週末からちょっとこの週末まあ土日休みが多分取れそうなんで、ね、そこで、一気にねちょっと、リニューアル、工事を行いまして、リフレッシュ工事を行いまして、で、まあ日本法が当もねちょっとまあ透明の方をね、まあなんか結構いろんな誤解を、招くことが多かったんで、まああまり評判も良くなかったんで、まあ個人チャンネルっていう形にして、まあそのから政治の発言は、引き続きやっていこうと思ってます。それはねやっていくぞっていうのがありますんでね。まあその代わりまあ雑談とかを交えながら、ね、あっちの方ですから、なんかそういった意味でちょっと、雑学的なところとかも入れてね、できたらなと思いますし、まあヤマペディアも雑学っちゃ雑学ですからね。まあいろんなところのジャンルのことをね触れてやっていこうということでね、まだしばらくそう、今度のねヤマペディア解決の文字を取ったところからね、いい加減茶番やめますそれはね、もうリニューアルしてね、もう分からんことは分かりませんと、素直に言うね、もう素直な心でね、臨みましょうということですね。まあ茶番は茶番ですね、楽しいんですけどね、ただね、茶番は茶番でね、どうもね結構ね温度差があるって言ったらいいのかな。まあほら比較的何て言ったらいいの、鉄道チャンネルでも西側の人って皆さん茶番をやるじゃないですか。まあうちもよく茶番やりますよね。でね、三日市町について、あれ三日市駅で、あら間違えちゃったとかってね、間違えちゃったシリーズってね、どこだ、京都の鴨駅でね降りてね、あこれが三重県最西端の鴨駅かなんて言ってね、あれおかしいなって、 JR 近鉄ってディーゼル車走ってたんだななんて言いながらね、三重県の鴨駅と京都の鴨駅間違えちゃったと言ってね、そっから鴨駅から鴨駅を移動するなんてね、茶番なんかもやってましたけど、なんかねどうもあれがね東側の方には受けが悪いのかな、え何みたいな感じでなるのかなっていうのがあったりしてね、まあどうせそんなに東側得意じゃないですかね、うちのチャンネルが。まあ自分もね、まあ三重県がね、その関西かどうかって言われたらあれですよ、まあ近畿は近畿ですからね、うん、っていうのもあって、まあそういうようなその茶番とかもねやりながらも、うまいことねできたらなというところでやっとったんですけど、まあうまいこといかなかったということで、そこでまあいろいろとまあやりなすよっていう、でそのポータルのね、案内をね、このステラジの方でね、まあワンコーナー作って、今週のね、スターステル、チャンネル、関連チャンネル、まあまたちょっと タイトルを考えておきますわ、来週までに。コーナーみたいな感じで、今週はこのチャンネルでこんな動画が公開されてますよっていう、やつを、発表してね、予定なんかもね、お伝えできればいいかなと思ってますんで、そんな感じでね、まあ、いろんな、その撮影の裏話なんかも、こっちのね、ステラジの方でね、やっていけて、そういう感じで雑談とかそういうのを分けて、まあ、ちょっとね、できるだけ、セパレートね、していくような形で、作っていけたらなと思っておりますのでね、まあ、今後ともね、この、スターステール総合チャンネル並びに、他にできました、YouTube、指いろいろ解説チャンネル、YouTube と、三重県北中西情報チャンネル、
ヨンズベ、ヤマペディアで、ヤマニョの個人サイトとしてね、個人チャンネルの方とかね、全部ねまたリンクとかで一段とくっときますんでね、よかったらそちらの方アクセスいただければと思いますし、あとは、ブロガーでね、更新情報をまとめようと思います。でツイッターのもね、全部、一応拾えるように、今ちょっと RSS のね設定ちょっと苦労してますんでね、ちょっ と、メインチャンネル以外はなかなか、手動でちょっとやっていかないといけないんで、更新がリアルタイムにはできないと思いますけど、まあ、そっちの方はね、ちょっと順次改善をしながらね、ブロガーの方にまとめて今日はこんなのが上がってますよとかね、でちょっと日記的にね、まあ今ちょっと Facebook とかあっちの方とかいろいろバラバラになってたらブロガーにちょっとまとめれないかなって言って今模索してますんで、一応アドレスね、貼っつけれるから一応もう解説はしてあるんで、アドレスはあるはずなんで、それのコーナー貼り付けとかして、ね、そちらの方もまた見ていただいたりとかしてね、うまいことね、リンケージとかね、できていけるようにね、やっていきたいなと、いう感じでございますね。まあ、とりあえずね、予定としてはこんな感じでございますよと、まあ、近況報告からね、今後の予定軽く、おさらいしましたけど、まあ、今回はこれぐらいにしといてね、まあ、来週以降はね、そんな感じで、まあ、これもね、ちょっとね、ジングルとか作ったりね、まあ、チャンネルごとにね、ちょっとジングルオープニングとかもね、ちょっとそれっぽくね、作ってったりとかね、まあ、手こ入れをね、してきるようにね、やってきたらなって、まあ、ヤマペディアなんかはね、ちょっとオープニング作りましたよね、試しに。うん、まあ、あれはちょっと説明書きとかね、そういうのも入れておいてね、ちょっとまあ、防護的なものといったらなんですけどね、ね、まあ、うちのね、ある意味その、まあ、周りも私も守りに入るっていう言葉が好きじゃないんですけどね、攻めて、そこでが守りになるっていうね、発想の人間なんで、ただね、やっぱりある程度ね、その、最低限のね、衣服ぐらいは着とかないとね、捕まっちゃいますからね、っていう、まあ、最低限のね、防御というかね、いうものはね、まあ、あるに越したことはないですからね、ただね、ね、日本人はそうなんですよ。フェンシングとね、武士道の違いっていうのでね、これが、ああ、なるほどなという話がありましたけどね。ですから、フェンシング、要は西洋の戦い方って、盾を持って剣を持つんですよね。これ、中国もそうですよね。矛と盾なんて言いますけど、盾と矛を持ってね、どちらが最強かなんて話もありますけど、日本っていう国は、盾を持たない文化なんですよね。剣道って盾持たないじゃないですか。まあ二刀流っていうやり方はあるらしいですけど、でもね、刀を二つ持つっていう発想はあっても、刀を持つっていう発想はありますけど、盾を持つという発想はないんですよね。盾を持たない代わりに、その分身軽な動きで、相手を攻撃することによって、相手の威力を封じる。これこそが、盾を持つことよりも、ね、有効であるという。戦法で、まあこれがまあ大日本日本海海戦ね、東郷平八の元帥の、提示、戦略ね、なんていうところも、実はそういったところが見えてくるね、盾と矛両方持ちながらやるんじゃないっていうね、いうやり方っていうふうにも見れますしね、それがまあ日本の、ね、やり方っていうのもあって、まあ私もね、どっちかというと、ね、持つぐらいだったらね、ガンガン行くぞっていう感じなんですけど、まあ、ああいうようなね、最低限のね、テロップとかそういうのを入れたりしてね、まあ、最近まで1時間ぐらいね、動画何なのっていうような動画多分上がってて、何って思われてる方もね、実際言われることもあります。あれ何なんて、何だ1時間ぐらいあるわけのわからん動画って。まああれは、ああいうのはもう完全に、まあまああれは防御的なんでね、あんま好きじゃないんですけどね、まあやっと特に越したことはないね。まあなんかね、ちょっとわっとね、訴訟だよ、どうのこうのとかっていうね、話とか出たときには、うちはもうチャンネルでこういうふうにスタンスを、正式に、出しておりますので、これが法的な根拠になってきますよみたいなところとかね、コンプライアンスとかっていう、そこら辺っていうのは、最低限はね、やっとかないと、まあ、それがまあね、盾なのか衣服なのかっていうところは難しい。ちょっと分厚めの服になってしまってるんでね、まあ私なんて冬場でもね、もう半袖一丁でね、歩き回る人間なんでね、あれはでも裏話がありまして、インナーは着込んでます。そう、
ただね、ガムは着込むと動きが悪くなるんですよね。そうするとね、例えば検査作業とかやるときにもね、少しのね、動きがね、0.3秒とかね、ああ、余計にかかるなとかっていうようなね、そういうのがシームレスにやりたい。もう100分の1秒、1000分の1秒をね、削って、生きていきたいっていう、まあ、超せっかちな人間なんで、まあ、またそれはそれで、まあ、いいか、そういった雑談もこれで、ね、やってきゃいいんですけどね、まあ、とにかく私せっかちですからね、まあ、なかなかですからね、本当に。まあね、これはね、ラジオ番組みたいな感じでやってくるぐらいでね、喋るところですからね、もうゆっくりも喋りますし、ゆっくりじゃね、あんまりゆっくりじゃないかもしれませんけどね、普通に喋るとも私早口ですからね、ゆっくり喋ろうと思うと、よっぽどね、意識しないとね、ゆっくり喋れないですよね。今ゆっくり喋る意識をしろよなって話なんですけど、ダメだ、もう口が回らんばんだ、ダメよ。いや、結局、あれなんですよね。滑舌が良ければね、それでね、問題ないんでしょうけどね、滑舌が悪いの早口ってね、一番ね、タチが悪いんですからね。今ね、それで困ってるのがね、字幕の自動生成。あれがね、全然機能しないんですよね、私の声だと。字幕をつけるのがね、やっぱしね、その自分でね、その、一からね、手打ちでつけるってなるとね、あれね、10分の動画ですね、4、5時間とか取られちゃうんですよね。まあ、特に私の場合、ワード数が多いんで、それでね、まあ、ガーガンガンガンがね、細かく削ってね、ボン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 書かないといけなくなってくるんで、そうするとね、余計にね、まあ、例えばこれの動画なんて、これ今20分喋ってるでしょ、こんなのやってたら1日仕事ですからね。まあ、ならゆっくり喋れたらね、いうところなんですけど、まあ、なんでしょうね、この、ゆっくり喋ることができないっていうのは何なんでしょうね。まあ、もう、それはもう、性格のところもあるんですから、仕方がないだろうっていうね、感じがするんですけどね、まあ、ねえ、まあ、年取ったらね、落ち着くよってね、言われてたもんですけどね。でも多少落ち着いたと思う。昔は今の1.5倍ぐらい早かったような気がしますからね。どうでしょうね。まあ、でも本当に肝速度だね、人間なんで。肝して動くなんていうのは遅い。ね。脳まで回すな。脊髄で反射して動けっていうね。そうすれば0.003秒ぐらい削れるっていうね。そういったね、ところとかでね、まあ、これもね、まあ一つ、まあそういった仕事もやってましたしね、もう本当に、作業効率化、ワンオペで作業効率化がすんごいカツカツでね、あれ、これ10秒ロスしたらもう赤字じゃんっていうね、採算、ライドとね、生産効率性求められるね、ところとかありましたからね。いやー、そう、まあそういったところでね、接客業だとね、そういったようなシビアなね、ところが多いですからね。何せ、利益率2%とかね、1%、2%、5%利益率あったら、ほんといいよっていうような業界ですからね、接客でも、特に私の場合、薄利多売だ、スーパーマーケットとかいましたから。で、そうするとね、やっぱしね、業界変わると、やっぱ工業系に来たら利益率って、粗いとは別よ。粗利だって、飲食なら粗利率で、ね、出入り率が30、粗利率30%。ねえ、って言うじゃないですか。で、原価率が30%ね。原価率30%。で、それでも利益率で言ったら5%、7%とかの戦いになってくる。ね、シビア。ね、外国の場合はそうじゃないですよね。外国の場合はね、そういったところと違って、ね、利益率がしっかりと確保できる感じで作るところが多いし、じゃあね、従業員の給料がね、そんなに高くないのかで、ね、ちょっとこれどうのこうのって言いますけど、向こうの場合、例えばウェイターさんならチップっていう制度があって、あれ非課税になってくるわけですよね。まあ、多分厳密に言ったら、その所得換算に入れなさいよみたいなところあるんでしょうけど、まあ、多分そこまで厳密にやってないんでしょう。日本でそういうことをやろうとすると、そういうのも全部厳密にやりなさいみたいなところがすごく厳しいんで、ちょっとそこら辺が海外と感覚が違って、だから、ね、当然、その、ビチビチでね、もう日本の場合、もうビタビタビチビチやりますから、そういうのが、まあ、ピーキーなね、ところになります。それが、まあ、国際社会でね、競争力をなくす原因にもなってるんで、ね、そういったところもね、直していかないと、これはもうね、もう政治の話だね、それはもうちょっと政治チャンネルの方にやった方がいいような話になってくるんで、あれですけど、何の話してんの、今日。何がしたかったんだったっけ。
なんか30分も喋ってんじゃん。何を喋ってんだ、これ。まあ、わかりませんけど、まあ、とりあえず、チャンネル変えますね。これもチャンネルもそういうような感じで、マジックルとかもつけたりし、のかもいろいろと検討しながらも、まあ、そういったね、相互の発信ね、いろんなチャンネルの情報発信とかっていうようなコーナーとかを設けて、やっていくような予定で、今後はやっていくと思っておりますので、まあ、今後ともね、このチャンネルとかね、あとね、他のね、チャンネルもね、皆さん、ぜひね、登録をいただいてね、まあ、もちろんご興味のね、あるものね、登録をいただいてっていうのがでね、いいんですけどね。まあ一番ね、嬉しいのはやっぱり全部登録していただくのが一番嬉しいですからね。ぜひよかったらぜひよろしくお願いいたしますね。まあ、どのチャンネルがね、先に線に行くのかね。まあ、いわゆる、毎日投稿が効くよっていうのと、そのジャンルを分けるのが効くよっていうのをどうするべきかでね。まあ、私の場合、時間のリソースも限られてますからね。まあ、他のところでも言ってますけど、まあ、仕事をね、フルタイムしながらですとね、5チャンネルをね、毎日投稿しようと思ったらね、一つの動画に1時間で作ったとしたって5時間時間が必要でしょ。そうするとね、仕事が終わってね、帰ってきてね、まあ7時とか8時じゃないですか。で、そうするとね、7時からまあ飯食って8時 ?8 時からね、5時間作ったら、もう夜中の、20時でしょ。だから夜中の1時まで作られないといけない計算ですからね。これはちょっと毎日繰り返すのサスティナブルじゃないですよね。ちょっとサスティナブルとは程遠いですから。まあそう。だからね、まあ不定期更新ではないと思います。ヤマペディア以外は。最低週1はこっちのメインチャンネルはこの山、ステラジオ更新しますし、他のやつもね、随時更新してきます。で、しばらく4つ目に関しては週末の更新がありますし、YouTube も部屋取りでできそうなんで、なんとかね、週3更新、最初はもうまとめてあの解説動画一作するんで、20本ぐらいドーンとコンテンツ作って、で、そっから週3ぐらいで更新できたらなーってね、いう理想をちょっと想定しながらね、やります。あとね、投稿時間もちょっと変えます。やっぱあの時間だとね、ダメっぽいんで、遅めのね、時間19時45分投稿の予定で、今後を組んでいく予定ですので、まあそのあたりもね、まあ、こんなところで聞いてる人はどうせいねえと思いますけど、まあ、それはそれで、昨日のと、ね、紹介動画のところにいるときはって話してたんですけど、まあ、なんかね、思いついたままやりますからね、だから計画性がないからできないんですけどね、まあ、まあ、このラジオで、ね、聞いてたらわかりますでしょうということでね。まあ、いや、まあ、そろそろ30分、もうね、超えてきてますんで、まあ、多分編集して、なんとか30分以内に抑えれるかなとは思いますけど、まあ、そんな感じで、このスタステルの方もね、ちなみに、うちのところね、メールアドレスがね、ちょっとできてないんで、ツイッターでね、ハッシュタグで、ステラジ、カタカナでステに、ひらがなでラジと、ね、書いていただければ、私の方こ、ね、このハッシュタグでチェックしてますんで、まあ、お便りと、まあ、うちのね、ここの、コメント欄でね、どんどん書いてもらったらね、それが一番手っ取り早いんで、ぜひね、お気軽に、書いてね、ご意見ご感想をお書きいただければと思っております。ということで、まあ、とりあえずね、ステラジ、第7回放送、7回放送これでいいの？なんか7回放送にこんなのは良くない気がする。ちょっと取り直す元気もねえわ。とりあえずこれで開けときます。ちょっと、期日ももう結構ギリギリ撮ってますんで、このまま撮って出ししますんで、よろしくお願いいたします。ということで、まあ、この動画これぐらい締めさせていただきたいと思います。どうも、動画じゃない、このね、設定させている、プレゼンツ、ウェブレディオプログラム、ステラジ、第7回放送だとか8回放送か、締めさせていただきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。